横手の魅力営業課の大橋と申します。よろしくお願いします。横手の魅力営業課より秋田県横手市スイカフェア開催のご案内をさせていただきます。横手市では秋田ふるさと農業協同組合のご協力をいただきながら横手市スイカフェアを開催いたします。今年も百貨店や駅ビルなど青果物を専門に扱っている株式会社九州屋の首都圏5店舗を会場に横手市産のスイカ、秋田夏丸シリーズ、横手市産の夏野菜を販売促進を図るものです。横手の小玉スイカは7月上旬から、大玉スイカは7月の中旬から出荷が始まっており、スイカは今がまさに旬となっております。開催日時は7月30日の土曜日、31日の日曜日の2日間、午前10時から午後6時まで、店舗は東急二子玉川店、東武池袋本店、松坂屋上野店、東急日吉店、東急多摩プラザ店の九州や5店舗で開催いたします。うち東急二子玉川店では30日土曜日の午前10時15分から午前11時15分までの間、高橋市長と秋田ふるさと農業協同組合柿崎代表理事専務が3年ぶりとなるトップセールスを行います。また東武池袋本店では同じく30日土曜日、午後1時から午後2時の間、秋田ふるさと農業協同組合柿崎代表理事専務がプロモーションを実施いたします。こちらに写っている写真ですけれども、こちらは令和元年に九州屋で、開催した時のスイカのトップセールスの写真です。最後になりますけれども、二子玉川フードショー地下1階センタースクエア内では7月28日から8月3日水曜日までの7日間、秋田県横手市物産展を開催いたします。いぶりがっこや横手焼きそば、りんごジュースの横手3品をご用意しておりますので、ぜひご来店いただければと思います。